皆さんこんにちは、ワナルユージです。では今回は、ゲレンデをアクシーズの脅威部位、ハバン、アクシーズ編、新しくプレイをしていきたいと思います。難易度は、ノーマルです。宇宙世紀0079。人類が初めて経験する地球と宇宙の戦い。一年戦争が行われる。地球連邦に対する独立戦争を仕掛けたジオン公国は初戦を制したものの、自力に勝る連邦軍の前に敗北した。総人口の半数を失った戦乱が終わり、人類は平和を取り戻したかに見えた。敗戦の後、ジオン公国の兵士たちはそれぞれの道を歩み始める。戦後、ジオン共和国となったサイド3へ帰還する者、降伏を拒否し地球圏各地に潜伏する者、そしてジオン再興のために地球を遠く離れ漆黒の闇に姿を消す者があった。火星と木星の間に横たわるアステロイドベルト。無数の小惑星が漂うこの区域に旧ジオン公国の資源採掘基地アクシズがあった。連邦の追撃を逃れた人々は指導者マハラジャ・カーンのもとジオン再興への第一歩を踏み出す。その旗頭となったザビ家唯一の後継者ミレバ・ザビの存在は各地に潜伏するジオン軍残党の結束を促し、アクシズを一大勢力へと成長させていった。宇宙世紀0083。着実に勢力を伸ばしつつあったアクシズは指導者マハラジャ・カーンの死に直面する。しかし偉大な父をしのぐ新たな指導者ハマーン・カーンの登場はアクシズにさらなる飛躍をもたらすのであった。宇宙世紀0086。アクシズの運命を変える報告がハマーンのもとにもたらされた。ティターンズとエウーゴの対立がもたらす新たなる戦乱の兆し。地球圏への帰還を狙うハマーンにとって両者の対立は願ってもない好機であった。そしてアクシズの核パルスエンジンが始動する。宇宙世紀0087。エウーゴとティターンズが泥沼の戦いを繰り広げる地球圏にアクシズが到達する。新たな勢力の出現は地球圏の戦乱に何をもたらすのか。ジオンの再興を目指すハマーンとアクシズの戦いが今始まろうとしていた。予想通り、ティターンズとエウーゴの戦いは互角といったところか。ただ、議会におけるシャアの演説の後、連邦軍はエウーゴに回りました。これにより市場はエウーゴが完全に抑えている状況です。市場の体制はエウーゴに決したな。だが宇宙の戦況次第で連邦軍の動きも変わってくるはずだ。ティターンズはグリプス2をはじめ宇宙全域にかなりの戦力を保持しています。だがティターンズもエウーゴも互いを倒せるほど決定的な戦力はない。そのうち我らの力を求めてどちらかが接触してくるである。はい、ではここからプレイの方を開始していきます。開発プランですが、ろくなものが実はないんですよね。なので必要なところには必要な、開発は行うんですが、どちらかというと既存の戦力の改造を先に優先して、あとはジオンの象徴ともいえるビグザムですね。これを生産して配備を進めていきたいと思います。マップはご覧のような状況ですね。ではまずユニットを確認しておきましょう。ここにですね、サイコザクがいます。サイコザク。なのでこのサイコザクをジオングへと変えましょう。さらにジオングをパーフェクトジオングへと変えます。だいぶ資源を使ってしまいますが、このパーフェクトジオングには、ハマーンに乗ってもらいたいと思いますね。あとはノイエジールなんかもありますので、こういうものも使っていければいいかなと思います。では、一通り改造とパイロットの再配置、さらに、投資を行っておきたいと思います。では、再編を行いましたので、ポイントだけご紹介します。まず、専用のガザに乗っていたハマーンは、パーフェクトジオングに乗ってもらいます。すでにご覧のパラメータ値になっているので、パーフェクトジオングであれば、かなりの火力を発揮してくれるんじゃないかなと思います。であとはですね、ノイエジールなんかもいましたので、ノイエジールにはオイギュスト乗せています。射撃が高いのでね、ノイエジールでしっかり敵を削り取ってもらいたいと思っています。ビークザも2機生産中です。これは拠点の防衛用、あるいは敵の重要拠点への突貫用として使っていきたいと思っています。まず最初にですね、1ターン目使って、宇宙9、さらに宇宙10、ここを制圧してですね、さらにサイド1、ソロモン、そしてサイド4と部隊を進軍できるようにしていきたいと思います。では、時間を進めます。戦力的にはですね、ハマーンがいる方は、どちらかというと少なめの戦力にしてあります。ハマーンのね、個人的な能力を高く評価して、少ない戦力でも戦果を上げてくれると。そういう期待を持っています。では、まず宇宙9からですね。こちらにはノイエジールを派遣してあります。ノイエジールを先頭にして、できるだけ損害が出ないように進めていければいいかなと思ってます。なので、まずノイエジール発進しましょう。で、あとはその後に、部隊を続けます。戦力をできるだけ集中運用してですね、本当に被害ができるだけ少ないように使っていきたいと思います。敵の戦力は全然まだ整っていないですね。さらにスカイ。ここはノイエジールであれば問題なく撃沈できるんじゃないかなと思います。はい。サラビス撃沈して、まずは宇宙の9。この中域制圧完了です。これによって何か生産が増えたりっていうものではないので、次の拠点攻略を目指しましょう。続いて宇宙10です。ここはハマーンを投入してあります。ここもパーフェクトジオングを先頭にできるだけ損害が出ないように戦っていければいいかなと思います。どうだろう、あんまり戦力出しすぎると、敵が引いてしまう、撤退してしまう、そういう危険性をはらんでいる状況でもあるので、ハマーンを出して、あとはちょっと、部隊としては下げておきましょうか。撤退させないぞと。確実にここで、敵部隊を全滅させたいので、ちょっとそういう動きをしていければいいかなと思います。では、ハマーンの初陣ですね。ここは敵の戦力12というユニット数、これを確実に削っておきたいと思います。と思ったよりクラフなハマーンも。敵はジムクエルですね。拠点で戦った方が良さそうなので、拠点にハマーンを入れて、そこで敵を迎え撃ちましょう。報告します。エウゴのクワトロバジーナより通信が入っています。回線を戦闘中ですが、クワトロから連絡が入ってますね。我々と同盟を結んでもらえないだろうか。ティターンズは我々にとって共通の敵だ。頼む。クワトロからの同盟依頼。これ、つまり、エウゴとの同盟ということになると思うので、イエスを選択して同盟結んでおきましょう。我々の望み、ジャビ家の復興は叶えてもらえるのだろうな。もちろんだ。我々のスポンサーも承知している。しかしお前は物の頼み方を知らん男と見える。頼む、ハマーン。よかろう。約束は忘れるなよ。エウゴより旧アーバオワクーゼダンの門に対する攻略が要請されました。しかしシターンズの防衛体制は万全であり、攻略には困難が予想されます。アバオアクーにはアクシズを衝突させる。さすればアバオアクーもろともティターンズの戦力を一気に消滅させられよう。至急準備にかかれ。今ご覧いただいた通り、エウゴとは同盟を結びましたので、ゼダンの門、つまりアーバオアクーですね、ここの攻略のために、急いでこのね、宇宙10というこの領域の制圧を行っていきたいと思います。では宇宙10でエウゴ軍の主力と激突状態に入りました。本当にできるだけ損害は少なくしたいので、最新の注意を払いながらですね、部隊を進めていきましょう。もちろん損害はできればゼロが一番ベストですね。これで、この中域に展開していたエウゴ軍ですね。ティターンズ軍じゃなくて。ティターンズ軍ですね。ユニットのロストはなく、制圧完了できたと思います。欠員が出たものに関してはですね、50でカバーをしておきましょう。やりました、グレミン様。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。これで、アーバーワクー、ゼダンの門の隣まで接近できましたね。アラン様、ティターンズのジャミトフ・ハイマンがこちらに接触を試みています。エウゴとの約束を果たす前に、ジャミトフと直接お話になってみてはいかがでしょう。今度はジャミトフか。それにしてもこの副官、ハマーンに対してここまで進言するんですね。ここはジャミトフと会っておきましょう。選択肢イエスです。ジャミトフ・ハイマンには一度は会っておくべきかもしれんな。グリプス2に直接会談の申し入れを行い。了解しました。ティターンズは直接会談を受諾し、バオワクー空域を会談の場所に指定してきました。好都合だな。ジャミトフの返事以下でこちらも出方を変えられる。ハマン様、ジャミトフ・ハイマンとの会談のお時間です。アクシズはいつでもアバオアクー方面に移動させられるよう準備を進めておけ。一年戦争の最後の決戦が行われた宇宙要塞アバオアクーは、ティターンズの拠点ゼダンの門と呼ばれていた。この空域で行われたティターンズとアクシズの首領同士の直接会談は決裂。アクシズの指導者ハマーンカンは小惑星アクシズの核パルスエンジンを始動させ、ゼダンの門に向かわせる。そして巨大な隕石同士の衝突はゼダンの門を崩壊させ、ティターンズは宇宙における拠点を失った。バオワクーは完全に崩壊しました。これでもアクシズも無事じゃ済まないはずですよね。もうゼダンの門が崩壊するほどの衝撃であれば。バオワクーの崩壊により周辺空域への進出が可能になりました。ソロモン攻略作戦を、ソロモン攻略作戦が来ましたね。はい、ではですね、今回はプレイ内容は少し少なめですが、時間が長くかかってしまいましたので、ここまでにさせていただいてですね、次回はまずソロモンの攻略ですかね。部隊数16入っています。ここに対して我々は、このノイエジールを中心に、精鋭部隊を送っていきましょう。では、その模様は次回お届けをしていきます。